航空自衛隊 F-35 A 戦闘機2機が青森空港に緊急着陸したとの情報をキャッチしました。今回はこの F-35 A 戦闘機2機緊急着陸の原因について詳しく見ていきます。電気系トラブルで長らく空港に留まっていますが、最新鋭戦闘機の厄介なデメリットですね。2023年6月28日、2機で訓練飛行を行っていた青森県の航空自衛隊の三沢基地所属の F-35 ライトニング2A 型1機にトラブルが発生。同日の15時半過ぎに最寄りであった民間の青森空港に2機とも緊急着陸する事態が発生した。この事態は訓練飛行中であった2機の F-35 ライトニング2A 型のうちの1機において電気系統のトラブルが生じたことを示す警報灯に点灯が見られたために、トラブルを避けるべく2機ともが青森空港に緊急着陸を行ったとみられる。F-35 ライトニング2A 型は、タンザニア戦闘機であるため、2機それぞれに、1名の操縦者が搭乗していたが、幸いなことに、今回のトラブルでは、怪我等の報告はなく、大きな事故に至ることは回避されたと、判断していいのだろう。ただし、これら2機の F-35 ライトニング2A 型が、緊急着陸を青森空港に行った行為によって、同空港の滑走路が20分強の時間にわたり閉鎖される状況が発生。その後、民間の航空機の3便に最大30分強の遅延という影響が出た。航空自衛隊の三沢基地からは、この事態の発生を受けて、調査のために約30名規模の要員を青森空港へと派遣し、当該の F-35 ライトニング2A 型の機体状態の調査に着手、翌29日にかけて入念なチェックを行ったことが確認されている。その結果、航空自衛隊からは、当該の F-35 ライトニング2A 型の警告灯の点灯は、同機の機体管理を担うシステムを構成する機材に不具合が生じていたことが原因と発表され、発生からおよそ1日が経過した29日15時過ぎに、2機とも青森空港を後にした。当該の F-35 ライトニング2A 型2機は、青森空港を離陸後、そのまま三沢基地へと向かい、無事に収容されたが、機体自体にもダメージなどは確認されず、ひとまず、人的、機材両面で被害は生じなかったという顛末を迎えた。これまでの今回のトラブルに関する航空自衛隊側からの報告を見ると、当該の F-35 ライトニング 2A 型の電気系統のトラブルを示す警報灯が、機材の一部の不具合によって作動したというのがあらましのようだ。そのため、航空自衛隊の三沢基地側からの事後のアナウンスも、操縦者への教育の徹底や、機体の点検の強化等を行うことで締めくくられていたが、何にせよ、個人的には、重大な問題の発覚といった事態に陥らずに済んだことに安堵した。航空自衛隊の三沢基地、そして F-35 ライトニング2A 型といえば、同機の世界初の墜落事故と、そこでは、搭乗者1名が落命するという、悲劇的な事故をどうしても想起してしまうが、実は、あれから、すでに4年以上が経過している。その発生日時は2019年4月9日であり、その時は三沢基地所属の F-35 ライトニング2A 型1機が訓練飛行で同基地を19時半前に離陸後、青森県の東方の太平洋上で突如として消息を絶ち、捜索の末、翌10日に太平洋上に墜落したことが明らかとなった。この時の事故では捜索は難航し、事故から翌々月の6月に入ってから、ようやく搭乗者の遺体の一部が回収され、痛ましい死亡事故であることが確認されたが、夕刻に発生したことからも、原因は搭乗者の空間死失調だと推定された。
空間死失調とは、航空機の事故としては、世界的に見ても少なからず発生しているものであり、搭乗者が飛行中に何らかの理由で一時的に平衡感覚を失ってしまうために起こるもので、自身の感覚と実際の機体の動きとの間に齟齬をきたす状態を言う。この空間死失調は、搭乗者の健康状態や寝り度とは無関係に発生してしまう厄介なもので、自身の三半規管で感じる平衡感覚と実際の機体の状況が一致しない状況に陥る症例で、ことに視界が限られる状態で発生しやすいとされている。この空間死失調に陥ってしまうと、搭乗者は実際に機体が上昇しているのか下降しているのかの判断が困難となり、2019年4月9日の F35 ライトニング 2A 型の事故でも、それが原因で海面へと墜落したと見さされている。この時の事故では、搭乗者の貴重な命が失われたことに加え、当然、当該の F35 ライトニング 2A 型も喪失したわけであり、軽く、一機の調達価格が100億円は、くだらない動機と熟練した搭乗者こと失うという二重苦を負ったケースだった。また、F35 ライトニング 2A 型で正規した最近の事故としては、昨年2022年1月4日に、韓国空軍所属の同機一機が、やはり訓練飛行中に遭遇した件も記憶に新しく、この時同機は、降着用の装置が動作しない状態に置かれた。そのため、この韓国空軍所属の F35 ライトニング 2A 型は、操縦者の技量によって、難易度の高い緊急の胴体着陸を何とか成功させて、生還を果たしたが、この原因となったものは、空中における鳥との衝突、いわゆるバードストライクだった。当該の韓国空軍の F35 ライトニング 2A 型は、空中で、およそ 10kg ほども、大きさのあるワシと衝突。これを空気吸入口から機体内に引き込んでしまい、それが原因で降着用の装置が動作しない状態に陥ることとなってしまった。前述したように、この重大なトラブルにもかかわらず、当該の韓国空軍の F35 ライトニング 2A 型の搭乗者は、卓越した技量で同機を胴体着陸させることに成功。機体の保全も図ったが、結果的には、この行為も無に帰するようだ。というもの、当該の韓国空軍の F35 ライトニング 2A 型については、事故後に、アメリカのロッキード・マーチン社の技術者らも派遣させれての事故原因の詳細な確認が行われたが、今年2023年になって、機体の修復には、新規調達に、等しい費用が必要との見解が出された。これを受けて、韓国空軍で、当該の F35 ライトニング 2A 型の修理を断念し、廃棄処分とする方向で調整を図っている模様で、やはり高額な最新鋭の第5世代戦闘機を大型とはいえ、ワシ1羽との衝突で失ってしまうことが、ほぼ確定した。さて、こうした近年において発生した F35 ライトニング 2A 型の事故の概要と顛末について、軽く振り返ってみたが、少なくともここで挙げた3例に関しては、搭乗者の対処や整備のやり方で回避できた可能性は少ないように思える。精密機械である以上、使用する側がいかに規定の工程を重ねて運用を行ったとしても、想定外のトラブルが一定の確率で生じてしまうことは避けられず、ことに、今回の F35 ライトニング 2A 型の件については、実害がなくて幸いだったと感じられる。さて、今回のトラブルを起こした F35 ライトニング 2A 型が所属している青森県の三沢基地であるが、この2023年時点では、日本の航空自衛隊の中で、最初に同機を配備された基地であり、今も、
唯一の状態に置かれている。航空自衛隊の三沢基地は、2019年3月に、12機の F-35 ライトニング2A型の配備をもって、北部航空方面隊隷下の第3航空団の302飛行隊として編成された部隊を収容しており、今後は、最終的に、同期20機の配備が予定されている。これに加えて、三沢基地には、2020年12月に使用する戦闘機を、F-4EJ 改めから、F-35 ライトニング2A 型に改めた第301飛行隊も、茨城県の百里基地から、移されており、同機の集中的な運用が行われている、状態が継続されている。今後の航空自衛隊における、F-35 ライトニング2A 型の配備拠点としては、2021年5月に、石川県の小松基地が検討されているとの報道がなされたこともあったが、その時点では、防衛省側は、その報道を認める姿勢は、示さなかった。しか日本海側の唯一の航空基地として、現在小松基地に配備されているのは、共に、F-15J イーグルを有する第303飛行隊、第306飛行隊の2部隊であり、いずれは、これらで、近代化改修の対象外の機体は退役することは確定している。そのため、早ければ、2025年前後には、小松基地の第303飛行隊、第306飛行隊の2部隊には、F-35 ライトニング2A 型の配備が行われることは確実と考えられ、今後時期を見て、正式な発表が、防衛省側から、行われるのだろう。